人を愛して人は心開く傷ついて隙間風見るだろう。ハロー YouTube、 皆さんこんにちは、杉良太郎です。今日はですね、久々にちょっと大型トラック運転手の地場の給料の話をしていこうかなと思います。で、人の給料って気になりますよね。自分の今やってる仕事とその他の人がやっている給料の差どうなのかなと、いろいろね気になる人は気になる、ならない人は全くなれませんけれども、そういった塩梅で少し私のやっている地場産業の給料の話をしていこうかなと思っております。で、大体ですね、こんな仕事でこんな感じでやっていれば相場はそうなのかなといったところを、まあ分かっていただければいいかなと思います。で、前にもお話ししましたが、仕事の内容ってね、いろいろあります。大型自動車だったり中型だったり小型だったり、軽貨物輸送だったりね、いろんな仕事があるんですが、今回はですね、大型トラックのウィング車、まあ平ボディでもいいんですけれども、まあ今回はですね、私のやってる仕事というのは大型トラックで、ウィング車がほとんどです。というかウィングでなければできませんね、私のやってる仕事は。あとは低床だとかね、高床だとか中低床とかいろいろあるんですけれども、まあその辺は考えなくてもいいです。で、トレーラーもとりあえずトレーラーは分かりませんので、それは抜きとします。大型自動車ですねのウィング車について話します。で、私はですね、自動車部品運んでおります。自動車部品をですね運んでおります。で、荷役作業はね、荷役作業というのはトラックから部品を積み下ろしで、今度はですね、部品を下ろした後はその空箱だとかね、空パレットが出てくるので、それらを回収してまた元の倉庫に帰っていくと。で、そこで部品を積んでまたメーカーさんの方に納めに行くというお仕事をやっております。でですね、時間はですね、だいたい11時間ですね。で、2交代でやりますので、日勤と夜勤とあります。で、1台の車を2人が交代で乗るといった感じの仕事ですね。でね、まあ時間ですね、時間は大体ですね11時間ぐらいかな。12時間過ぎるとね、もう交代の人が間に合わないのでね、なので大体ね11時間以内で完結しますね、1個の仕事が。はい、大体10時間半から11時間と思っていただければ。まあ私の仕事だけでなくて、よその仕事もそうだと思います。よその運送屋さんも、まあ同じメーカーに入ってるところはね、そういった感じで二交代でやってるんだろうと思います。でですね、まあ、
大体のサラリーマンって8時から5時までじゃないですか。で、大体昼休憩1時間で、1時間として、まあ、大体8時間ですよね、仕事。ね。ですから、8時から始まったとして、8、9、等、11、え ?8、9、10、11、12。昼まで4時間しますよね。で、昼から1時間休んで、1時からの仕事で、4時間、あ、そうですね。4時間、4時間で8時間ですよね、大体。の仕事だと思います。1日8時間だと思います。で、我々のこの仕事は、約、まあ、11時間。まあ、拘束時間ですね。拘束時間が約11時間で、その中で1時間ほど昼休憩と。なので、10時間ですね。だいたい、10時間なので、まあ、一般サラリーマンより2時間ほど多く仕事すると。なので、毎日2時間ぐらいの残業といった感じですよね。それをちょっと念頭に覚えておいてもらいたいです。はい。で、まあ1日2時間ほど残業するので、5日間なんですよ。月曜から金曜日までですね。5日間で2時間で、10時間ですか。1週間で10時間残業するといった感じですよね。で、まあその4週間、 4.5 週ぐらいになるのかな。まあ4週間としてでも、どうですかね。40時間か。残業は40時間ぐらいといった感じになります。で、まあ、会社によってね、その給料の、まあ、高い低いだとか、日給だとか、まあ、時給いくらというのは運転手の世界ではあまり聞いたことはないんですけれども、まあ、そういった感じで、まあ大体どこの会社も大体残業40時間とか50時間ぐらいじゃないのかなと思います。で、夜勤もやれば夜勤手当と。そしてリフトに乗ればフォークリフト手当だとか、運転手当だとか、なんかね、あると思います。はい。あと、もろもろ家族手当だったり、通勤手当だったりですよね。なんかありますよね。そういった感じで、はい。で、まあ私がやっている仕事ね、最初に言いましたけれども、私のやっているこの仕事で言うんであれば、大体ですね、平均よその会社はね、そんなに聞いたことないんですけれどもね、大体平均の話をしましょうか。平均で、まあ、まあ、今言いましたよね。1日2時間ぐらいの残業で、夜勤もやってと。で、だいたい4週間、1ヶ月4週間から、まあ5週間、5週目というのもありますけれど、まるまる5週というのは、ちょっとないですよね。だいたい 4.5 週だとか。だと思います。はい。で、そんな中で、まあ、月のトータルですね。月のトータル、総水揚げは、平均で30万だと思います。はい。平均で30万ですね。で、まあ、会社によって、手当が厚いところもあります。なので、ね、総水揚げが、31万だったり32万だったり、いいとこだったら35万というところもあるかもわかりません。
はい、あるかもわかりませんけれども、で大体ですね、今の私は家内と2人だけなので、家内を扶養に入れてるのでね、でもろもろ5万5千ぐらい引かれますね。なのでまあ30万の給料総水揚げだったら24万5千ぐらいかなといった感じです。でまあ31万だったら32万だったらと、まあ月によって多かったり少なかったりというのがあるんですが、まあ地場でね、だいたい20、25ですね。この仕事であれば、私が今やっている仕事であれば、25万もらえれば、まあ平均かなと思います。あとはですね、もろもろ会社のいろいろね、手当がありますので、ね、なんとか手当が1万円ついたり、なんとか手当がもう1万円ついたりだとか、というのも ありましょうけれども、だいたい1日ですね、1日11時間ぐらい仕事をすればですね、だいたい手取りが25だと思います。はい。まあ、25万円もらえればいいと思いますよ。これを割りと言われればね、なかなかその上の仕事はね、ないと思います。で、毎日帰れるんですよ。毎日奥さんの顔を見れるし、毎日子供の顔を見られるし。まあ、地場産業でね、このぐらいもらえればいいと思います。ただしですね、会社によっては夜勤もやりの残業もですね、1日ね、2時間とか3時間という会社もあるかもわかりません。で、20万前後しかないという会社もあります。まあ、それは聞いた話なんです。で、定かではないんですけれども、もっと低い会社もあります。本当ね、20年ぐらい前にですね、残業やっても、夜勤やっても、夜勤ばっかしやる人だったかな。で、ある日聞いたんですよね。夜勤ばっかし、やってると、給料多いやろうと。で、まあ、夜勤ばっかりやると、日勤と夜勤交互にやる人よりは、夜勤ばっかりやる人の方が、夜勤手当が多いですよね。なのでね、聞いたんですよ。夜勤ばっかりやったら、手当が多いし、給料多いやろって言ったら、いや、うちはね、日勤やっても夜勤やってもね、変わらんのよと。それはないじゃろうと思ったんですが、まあそこは いわゆるブラックでしたね。ちょっと乗務員さんかわいそうだなと思いましたけれども、今はちょっと変わってるんでしょうけれどもね、今はまあそういう世の中ではないので、はい、そこのとこは改正されていると思うんですけれども、でもハローワークでそこのね、会社の手当を見たら安かったです。すごい。未だにここは安いブラックな会社かなと思いました。まあ、ハローワークの時ですね、いくつか会社名を挙げて、ここと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 、そことそこと、あそこと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 はブラックだから入らないよと。そこには行きませんよ。それ以外を抜いて、求人を出してくださいと。くれと。言ったことがあります。はい。まあ、はなからね、ブラックだと知っていてね、そこを受けませんよ。はい。まあ、知らなくて入ってね、ああ、ブラックだなと思ったら、まあ、しょうがないですけどもね。もう、知ってて入らないですよね。はい。まあ、ちょっと長くなりましたけど、まあ、地場産業の仕事って、こんなもんです。
はい。で、で、運転時間より、運転時間より、作業時間の方が長いですね。運転時間ってね、ものの10分15分なんですよね。10分15分走れば、現地に着くと。で、まあそうですね、荷下ろしも、まあ、30分から40分ですね。まあ、荷下ろしというか、荷役作業ですね。30分から40分ぐらいです。で、あとは、着いたら、まあ、順番待ちですよね。待機室を置かなければなりません。で、そうですね。待機してて、まあ、日報を書くなり、まあ、まあ、トラックの周りを見て、ね、点検するなり。まあ、ワックスとかかける人はいないでしょうけれども、まあ、軽くね、自分の車のホイールナット、点検ハンマーで叩いてみるとか、ね、そういった方もいると思います。私結構やるんですけどもね、待機時間に自分の車の周りをね、ぐるっと一周してみてね、オイル漏れをしてないかとか、なんかちょっとおかしいとこないかな、なんて、よく見たりします。はい。そんなところですね。ほんとね、この仕事で、まあ、20、26あればいいですよ。はい。それがまあ平均だと思います。はい。でまあもちろん運転時間も短いわけだから交通事故とか起こすリスクは少ないですよね。あとはまあ今度はフォークリフトですよね。フォークリフトでまあ慎重にやれば、まあ、絶対に物損事故ないとは言えないんですけれども、まあ慎重にやれば、そんなね、事故を起こす確率はないと。で、あとの待機時間は、まあね、心静かに待っとけばいいと。で、まあ、空整理をやったりですね、いろいろ、まあ、ありますけれども。まあ、別に車の中で本読んでもいいし、はい。そんなとこですね。まあ、私のように一人で喋ってもいいし、はい、そんなところです。まあ本当いいですよ、この仕事は。はい。まあで月の給料が決まっているんでね、長距離だとか中距離だとかはね、仕事がなかったりね、すると思います。なのでとかね、長い休み、ゴールデンウィークだとか年末年始だとかね、そういった時には長距離は結構 5,6 万は下がるんじゃないのかなと思います。はい。でも私のこの仕事はですね、本当年末年始とゴールデンウィークもボンもそんな変わらないですね。はい。まあ少なくて1万ぐらいかなと、1万前後ぐらいなのかなと思います。もう少しでね1年なるんですよ。10月でね1年になります。なので今8月ですよ。今そうですね、10ヶ月じゃないな、11ヶ月か。11ヶ月ですね。あと一月ぐらいで、ほんと、1年になります。この会社に入りまして。はい。また1年、入社して1年経ちましたらね、また、この、今のこの、私の仕事がどうなのかというところも、レポートしていきたいかなと思っております。はい。まあ多分ね、私と同様、まあ、
そのメーカーに入って部品を運んでいる会社は、まあ似たり寄ったりじゃないのかなと思いますけれども。はい。で、まあ、11時間から12時間の仕事なのでね、まあ広島行ったりだとか、九州に行ったりする12時間以内の12時間工程ぐらいの仕事もありますけれどもね。それも一緒ですよ、お金は。ならば、まあ、ちょっと遠方の方に行って、まあ、11時間から12時間の仕事をやるのか、それとも運転時間は短いけど、ちょっと1日ね、4回から5回市内をうろちょろするようなのがいいか、というのは、まあ人それぞれですけれども、人それぞれですけれども、はい。いや、私の同僚なんかでもね、まあ、長距離とかね、バンバンやってた人も、もう地場の方がいいやと。もう長距離行くのは、もう大義から、もう地場でいいやという人はいますね。そういう人が、まあ、私の会社に集まってきます。私もそうですけれども。はい。まあ、たまに長距離もいいのかな、と思う反面、ちょっとね、まあ、まあ、もういいやという感じもしております。はい、そんなところです。まあ1年経ちましたらまたそういう動画も上げていきますので、はい、お楽しみに。あ、別に楽しみじゃないですよね。はい、まあ今日は地場の給料、まあ私がやっている地場の給料についてお話ししました。まあこれから地場の仕事に興味がある人の参考になればなと思っております。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。